おはようございます。今日は11月11日土曜日です。今日皆様にお話しするお話、出来高伴い三波のご配慮です。出来高伴うということは、前回私は出来高に注目ということをお話ししましたけども、今回、月曜と水曜が、20億以上の商いができております。さらにもう1回20億の商いが出れば、値幅伴う上昇になるのではないかと考えております。それでは順を追ってご説明させていただきたいと思います。まず日経の月足を見ていただきましょう。まずここの上げが1波ですけど、その後、2波の下落の後に、3波の1波の後に3波の2波が三角持ち合いをして、3波の3波の上げがあったところです。特にここで月足が4陽連、これに対して3波の4波はそれに対応するかのように4陰連となりまして、11月は陽線になりましょう。そうすると、まあこの3波の3波の高値を基本的に抜きに行くという考え方をしなくてはいけないと思います。次に湿気の週足です。こちらは、週足でこの487ってところをつけた後に、この最初に上がったとこ、これが3万2315の引けだったんですけども、ここを3万2533の高値も抜いてきましたし、引け値も抜いてきたということで、完全に2段上げしましたんで、これで、いわゆるここを目指す5波動の上昇が始まったのではないかと考えることができると思います。それでは今回の買い主体です。下値で売り叩いた、外国人です。この3万487円をつけたとき、2週間で3兆円近く先物売ってるわけです。で、また3万538円2番底を取りに来た時も、一生懸命売り叩いたんですけど、その時の力には及ばず7000億程度の売りになりました。簡単に言えば売りで捕まったわけです。11月の6日の週から、手口が日々非公開になりました。さぞかし外国人は儲かってるだろうと皆さんは思うかもしれませんが、その逆です。ざらばの鍵足を書いてみればよくわかるんですけども、下値で売りたいただいた時の鍵足は1日で1ページぐらいいきます。ところが、7センチとか8センチしかいかなくなったわけです。これは、もう思惑通りの売り買いが彼らできなくなってきているということを意味しておりまして、いずれここで売りたたいた分の3兆円ありますけども、2兆円ぐらいの踏み上げがあるだろうと私は考えております。それでは次です。日足の、この2つの窓という表題がつけてあります。1波2波、今3波に入ってるわけですけど、月曜日上に窓が開くかどうかが1つのポイントです。窓開かなくてもその押しは買いになるでしょう。どこを目指しているかというと、3万2988から939のところに窓が開いております。さらに上を見ますと、3万3391から337、ここに開いております。今回3波の高値でここを目指さないまでも、この2つの窓を埋めに行くんではないかというのは私の見立てです。なお、次の詳しい見通しについてはまた YouTube で明らかにさせていただきたいと思います。皆様、今日もご視聴ありがとうございました。